はい、どうも皆さん、こんにちは、エゼッこです。それでは今回なんですけども、セブンルブンで楽天バリアブルカードを1万以上ご購入で、楽天ポイント1000円分がもらえるお得な使い方も解説ということで、今回は楽天ポイントがお得にもらえるキャンペーンについてお伝えしていこうと思います。このキャンペーン自体は誰でも参加できるのと、また楽天ペイや楽天のサービスを普段から利用されている方は、まあ、特におすすめだと思いますので、ぜひ最後まで楽しんでいただければなと思います。それでは、行ってみましょう。 といてことで今回紹介をさせていただくのはこちらセブンイレブン限定キャンペーン期間中に楽天バリアブルカードを1万円以上ご購入チャージで全員に楽天ポイント1000円分がプレゼントというキャンペーンとなっておりますでこの楽天バリアブルカードって何故やってなると思うんですけどもそれがこちらなんですけども楽天って書いてるだけなんですがいわゆるよくねコンビニとかで売ってるようなそのポサーカードと言われるものとなっておりますそれのまあ楽天ポイントバージョンということですね で、このキャンペーンの期間なんですけども、2020年12月の15日火曜日から、2020年の12月の27日日曜日までの、まあ、よ、ちょっと短めのキャンペーンとなっております。で、このキャンペーンの詳細の方にですね、まあ入っていこうと思うんですけども、まずこちらの概要から、セブンイレブンにて楽天バリアブルカードを1万円以上購入したら1000ポイントがもらえるということになります。 なのでね、実質まあ10%還元に近いですね。まあちょっとここだけ押さえていただきたいんですけども、チャージされるポイントは、楽天の期間限定ポイントがチャージされます。なので1万円分も期間限定ポイント。で、後ほども伝えるんですが、今回の1000ポイント分も期間限定ポイントということになります。 で、実施される店舗なんですけども、基本的にはセブンイレブンの各店舗ということですね。ですけども、店舗によっては扱ってない可能性もあるかもしれないので、これはまあ事前にね、お店で確認するのがいいのかなと思います。 で、対象商品なんですけども、楽天バリアブルカードはもちろんなんですが、この気をつけてほしいのは金額ですね。1万円から5万円。この金額を購入された方が対象となるんですけども、1500円から9999円分を購入された方に関しては対象外となりますので、ここも気をつけてください。 で、付与されるポイントなんですけども、期間限定ポイント。こちらは3ヶ月間有効となります。で、先にここもお伝えしておきたいんですが、ちょっと冒頭でもお伝えした通り、普段からあまり楽天ポイント自体をまあ利用されないっていう方がいらっしゃいましたら、まあもしかするとこの3ヶ月間の有効期間をまあ執行してしまうっていう可能性ももしかするとあるかもしれないので、まあできればね、普段から利用されている方の方がこの期間限定ポイントの消化はかなりしやすいのかなと思います。ですけども、 今回初めてトライしようかなという方ももちろん全然 OK です。で、不要日なんですけども、2021年の1月末頃となりますので、まあ、ちょっと早めなのかなと思います。 そして参加できる回数なんですけども、お一人様一回限りということですね。で、気になるこの、どこでこの楽天の期間限定ポイントを使えばいいのかというところなんですが、まあかなりね、期間限定ポイント含めて使える場所はめちゃくちゃ多いです。例えば、マクドナルドであったりとか、まあ、イデミツ、まあガソリンスタンドとかでも使えたりするところもあったりします。そしてもちろん楽天市場とかでも利用することも全然 OK です。 ですけども、今回この動画で個人的にお勧めするのは、この楽天ペイで利用することをお勧めします。っていうのもですね、今、楽天ペイではこのようなキャンペーンが開催中でございます。楽天ペイのコード QR 払いで、いつでも最大1.5%関係というようなキャンペーンが開催中でして、まあ、このキャンペーンの内容としたら、 楽天ペイのチャージ払いっていうのがあるんですが、この楽天キャッシュも含めて、楽天カードからチャージしたらまあ、ま、1.5%還元。楽天銀行とか楽マからチャージしたら1%還元をできたりとか、他にも、クレジットカード払いですね。楽天カードを楽天ペイの支払い元で紐付けたら1%還元。で、今回見ていただきたいのはここですね。ポイント払いということで、今まで貯めた楽天ポイントで決済したら、なんと1%還元を受けることができます。 しかもこのポイント払いなんと期間限定ポイントもなんと対象となってるんですよね。これめちゃくちゃ熱いですよね。なので、まあ楽天平が使えるとこであれば、このポイント払いを利用して使えば、まあどこに行っても1%分の還元を受けることができますんで、まあ使いやすいっちゃかなり使いやすいのかなと思います。で、さらになんですけども、先ほどお伝えした1.5%プラス今、楽天平ではこのようなキャンペーンが開催中です。ちょっと場所が限定されているとこではあるんですが、 例えば、大阪市南っていうところで、対象店舗限定で20%還元キャンペーンというのが開催中でございます。で、このキャンペーン自体は、この南のキャンペーンの20%還元プラス、先ほどお伝えした楽天編の支払いで最大1.5%還元のキャンペーンも組み合わせて使えることができます。ポイント払いは1%還元なので、実質21%分の還元を受けることができます。 で、他にも、これ横手市って読むんですかね。こちらの横手市の対象店舗限定で、こちらも20%還元のキャンペーンというのは開催中でして、この20%還元プラス、先ほどのポイント払いを組み合わせて決済すれば21%分の還元受けることができます。で、個人的にはね、ちょっと前の動画でもお伝えしたんですが、このキャンペーンが結構嬉しくて、少し前に声優とか、まあサニーとかでも楽天ペイが対応しまして、で、それに加えてこの最大5%還元キャンペーンというのが開催中でして、 なので、今左上にも出てる通り、3.5%プラスポイント払いを行うので1%なので、実質4.5%還元を受けることができます。ポイント払いで。これ、個人的にはめちゃくちゃ嬉しいです。 そしてさらにこの対象都市限定にはなるんですけども、最大10%還元キャンペーンというのは開催中でして、場所は左上にも出てるように、東京都、札幌市、仙台市、横浜市、川崎市、鎌倉市、名古屋市、大阪市、神戸市、広島市、福岡市、那覇市の対象店舗限定にはなるんですけども、このキャンペーンの8.5%プラスポイント払いで実質9.5%分の還元受けることができます。 で、これですね、楽天ペイのマップでどの場所で使えるのかっていうのは確認することができまして、意外とこの福岡市僕住んでるんですけども、このキャンペーンの対象店舗っていうのは結構多かったりするので、もし今お伝えしたこの大阪市南とか横手市とかサニーが近くにあったりとか、もしくはこの対象都市限定のキャンペーンが使えるっていうのであれば、今回の期間限定ポイントの消化にはかなり持ってこいなのかなというふうに思います。 で、早速ですね、このキャンペーン僕も参加してみないなというふうに思いまして、早速セブンイレブンに行ってきました。まあこれがね、ポサカードが置いてる場所なんですけども、最初見つけるときどこにあるのかなと思いまして、ここの右下にひっそりとありました楽天バリアブルカードですね。で、こちら見つけることができまして、レジに持っていきました。 で、購入するときなんですけども、1万円分お願いしますというふうに僕はお伝えしました。今回はね、1万円から5万円ということだったんですけども、5万円まで全然チャージしなくても大丈夫なんで、1万円で今回お願いしますというふうにお伝えしまして、 で、決済方法、おしゃれ方法なんですけども、現金決済か電子マネーの7個で決済することができます。まあ、今回ね、僕7個を持ってきてなかったんで、もうあの、なくなくね、あの、手元にあった現金でサクッと支払っちゃいました。もしですね、7個を利用されている方であれば20ドリすることができますので、そういった方法で楽天バリアブルカードを購入してみてください。で、無事に購入することができまして、今回使うのはこの裏面にある ピンコードとピン番号というところですね。ちょっと今、うにょうにょうにょってなってるんですけども、ここを10円玉とか100円とかで削ったらこう出てきますんで、そこの番号を今回は使います。 で、早速ですね、Web ページから使ってみたいと思うんですけども、ここにアクセスをしていただきましたら、下の方に下がっていただくと、丸2番のところですね、ログインというところなんですが、こちらのページより、ポイント受け取る画面に進むをクリックし、楽天会員 ID、パスワードにてログインという項目が出てきます。そこのこちらというところをタップしてください。そうすると、専用サイトにですね、アクセスすることができまして、楽天ポイントギフトカード、 楽天ポイント受け取り画面へ進むというところをタップします。そしたら楽天の会員ログインのところに出てきますんで、ここでご自身のユーザー ID とパスワードを入力して、ログインをタップしてください。そうすると、先ほどのね、ピン番号を使うところが出てきますんで、この裏面のところのピン番号をですね、入力をしていただきまして、で、ちょっと先に見ていただきたいのは、この17,332ポイント、この部分が1万ポイント分増えるか見てください。 で、このポイント受け取るというところタップしたら、無事にですね、楽天ポイント1万ポイント受け取りました。今すぐポイントでお買い物しましょうという風に出てきたら、これで作業は完了です。 で、今回はですね、もともと僕期間限定ポイントは5434ポイントだったんですけども、1万ポイントが上乗せされてるんで、1万5434ポイント。で、そういうポイントですね。こちらが先ほど1万7332ポイントだったんですけども、1万円分が無事にチャージされたので、2万7332ポイント分が入りましたとい,ということですね。結構作業としたら簡単です。で、楽天イで実際にどの画面で使うのかというところなんですが、めちゃくちゃ簡単です、こちらも。まず、楽天イの画面を開いていただき いただきましたらここにですね、設定というところがあります。すべてのポイントキャッシュを使うというところなんですが、ここを実際にタップしたら、画面が切り替わりまして、通常ポイント、期間限定ポイント、楽天キャッシュ、双方有ポイントという風に出てきまして、 今回ですね、このポイントどれぐらい使うのかっていうところを調節するところがあるんですが、例えばこの真ん中のところをタップしたら、すべてを使うという項目が赤くなります。これを押した状態で OK をして、これでお買い物したら、自分が持ってるポイントから減っていくということになります。もちろんこれでも全然 OK です。で、もう一つですね、一番右のところをタップしたら、一部使うという項目が赤くなりまして、ポイントをまあ自分で調節してどれぐらい使いたいのかっていうふうに選択することが できます。例えば3000ポイントであればここに3000という風に入力をしたりとか5000であれば5000とかそういった風に使いたい分だけ調節することができますでその入力をした後に OK をしたら普通にポイントでお買い物ができるということになります使い方もめちゃくちゃ簡単ですねなのでもしねポイント使ってお買い物する時にこの設定を絶対に行った上で楽天ペイでお買い物をしてみてくださいもちろん無理にねポイント使う必要はないんですけども期間限定ポイントの消化はこの方が一番簡単です まあそんなこんなで今回は楽天バリアブルカードを1万円以上購入することで1000ポイント分の楽天ポイントがもらえるということについてお伝えをさせていただきました。まあもちろんね、このキャンペーンに関しては普段から楽天市場とか利用されている方であれば、まあお買い物マラソンとか買い回りをすることで結構1000ポイント分がバーンと入ってくることはちょくちょくあったりすると思うんですけども、今回このキャンペーンに関してはかなり気軽にね、参加することができるので、 今お伝えした方法で参加してみようかなという方がいらっしゃいましたら、チームベルに行って楽天のバリアブルカードを購入してみるのもいいのかなというふうに思います。まあ先ほどもお伝えしたように無理に参加する必要はないので、まあ気軽に取り組んでみようかなという方は、サクッと取り組んでみるのもいいと思います。で、一応ですね、今回お伝えしたキャンペーンのリンクに関しましては、明日の概要欄にリンク貼ってますんで、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました 今回ですね、ちょっとびっくりしたことがありまして、僕、ゆずひこ、まさかのあの、アメリカのオンラインメディアのレスト・オブ・ワールドというところから、あの、取材を受けまして、まあ、その内容が日本で、 ポイ活に関して情報発信をされているインフルエンサーの方々ということで、まあツイッターとかインスタグラムとかあと YouTube とかで発信されている方がこの記事の中でまとめてもらってます。で、今回ですね、記者の方から直接まあズームとかで取材を受けまして、ちょっとなかなかなり新鮮な感じでした。で、この内容自体はね、全部英語にはなってるんですけども、いずれ日本語で翻訳された部分っていうのが、まあ、公開される予定ではあるので、まあ僕のツイッターとかでまたお伝えをしようかなというふうに思います。 ちなみに一応こちらの記事に関してのリンクも概要欄に貼ってますんで、もし今ちょっと英語が読める方はもちろん読んでいただいたら嬉しいですし、もしくはね、あの、Google の翻訳とかでも、あの、サクッと翻訳したらある程度情報がわかるかなと思いますんで、ちょっとね、気になる方はぜひ見ていただくとこちらも嬉しいです。ということで、ありがとうございました。